子供っていうのはやっぱりあの体にやっぱりですね反射細胞をつけてですね、助けていただかないとやっぱりいけないと思っております。最近はなんですか、反射材商品は、とってもですねおしゃれになっておりまして、日頃のなですね日常の生活の中で本当に利用しやすくなっております。娘は娘で多分芸能活動これがちゃんとその先いろいろマネージャーが内緒に皆さんと相談して次のステップを考えていくんですかね。僕もちょっと昨日のアキラさんですね、拝見見ましたけど、やっぱり父親というね立場で見てしまうと本当もう悲しいですね。僕ももらい泣きしてしまいました。子育てって難しいですね。改めてお話聞いてて、でも秋田さんの気持ちは本当によくわかるし、それぞれの子育ては違うんですけど、でもそういう子育てもあるし理解してるし、でもそう簡単に子供は思ったように育ってくれないのかなっていう、で今日の反射材じゃないですけど親がこう光を当ててもまっすぐ帰ってこないかっていうことなのかなっていう、そんな気がしました。まあそればっかはどうなんでしょうね。もう信じるしかない。アキラさんも言ったけど、やっぱり家族だから、何があっても家族だから、これからどういうふうにやっぱね、ケアしていくかはそれぞれの家族があると思うんですけど、まあある意味僕らはああいうことが、芸能界の初先輩方が多くて、やっぱ改めて自分たちもやっぱり考えさせられる機会になったので、